今回はですね、前回ご紹介したラフボサ、このボサノバのリズムで、こう手はラフに近い感じのをご紹介したんですが、そのバリエーションも、こういったパターンもありますよっていうのを今回、ご紹介します。スネアだけで完結していたものを今度は、シンバル、そしてベースキックがですね、まあ、シンクロでいくという形を取ります。まあ、楽譜はこの通りで、やってみましょう。こんな感じでですね、いろんなパターンが考えられるので、ぜひ皆さんも試してやってみてください。それではまた次回お会いしましょう。